寝るつもみたいに今日ね、スーパーニンテンドーワールドにちょっと来てるんですけども、今日ね、めちゃくちゃ雨なんですよ。だから今日はですね、雨の日のね、スーパーニンテンドーワールドの様子をね、見てきます。イエーイって方ね、晴れの日と雨の日で、ね、何が違うのかね、ちょっとね、見てきます。ちなみにですね、今後ですね、このおまみ TV ではまたスーパーニンテンドーワールドの動画を上げると思うので、ぜひね、チャンネル登録お願いします。じゃあ早速ね、行きます。今からちょっと土管に入ってるんですけども、来てます。普段ですね、このガイドブックは外でもらうんですよ。ですけどね、あの雨降ってる時は土管の中でもらいますね。ガチやすげえ。じゃあね、かなりのね、土砂降りの日にね、スーパーニンテンドーワールドね、やってきました。多分ね、グリーティングとかもね、だいぶとね、多分変化とかあると思うんですよね。一応ね、こうやって中でできるアクティビティはですね、まあ普通にできるんですけども、やっぱ外でのアクティビティはやっぱね、傘を持ってとかそういう感じで調整しなきゃいけないんで、ちょっと大変な気がしますね。あとはやっぱ個人的に思ったのは、そのスーパーニンテンドーワールドってまあその敷地面積ね、そこまで歩く場所少ないんですよ。うん、そう考えてみんな傘が差してるから、あのいつもよりね、その歩くの大変な気がします。うん、あと屋根という屋根がスーパーニンテンドーワールドはまあ、このマリオカードの近くのこういう場所ぐらいしかないんですよね。だから雨の日と晴れの日で多分遊び方だいぶと変わると思います。僕的にはこのスーパーニンテンドーワールドはほんまに屋根がすごい少ないと思うんですよね。うん、だから雨の日にスーパーニンテンドーワールド行く方はなるべくまあその屋根の中にあるまあアクティビティとかを体験した方がいいと思いますね。それこそあのドッスンとかボム兵とか、あとはそのスロットマシンとか、そういうのを、ね、多分体験した方がいいと思います。ほら、下はこんな感じです。グリーティングこんな感じなんや。こちらのフォトスタジアムのところでグリーティングやってますわ。すごい。これね、スマホでの写真撮影って難しいんですよね。でもこれ雨の日の特権ですよね。キノピオもいますね、キノピオも。キノピオ性ちっちゃいから写真撮りにくいね。バイバイ、ありがとう。ピーチ姫のグリーティングは、まあ、いつも中なんで、ここは変わりなくですね。やっぱり雨の日は、このね、下の階は人が少ないですね。普段はグリーティングである、ここもですね、ハテナブロック叩き放題ですよ。このヨッシーアドベンチャーですね、一応ね、外を通るので、多分このヨッシーアドベンチャーめちゃくちゃすぐと思います。で、今ね、ヨッシーアドベンチャー5分待ちなんですよ。で、こちらのね、マリオカートのアトラクションはですね、まあ、完全に室内のアトラクションなんで、こちらのアトラクションはですね、雨の日は特にね、混むと思います。はい、じゃあね、雨の日はですね、まあ、こんな感じです。ぜひ皆さんもね、来るときはね、ぜひね、参考にしてください。はい、じゃあね、これからもいろんな動画を上げると思うので、チャンネル登録とグッドボタン、通知ボタン、忘れていただければ、バーン。